欲しい。サイド左サイド山本を胸で落として先ほどはこの位置からもシュートを狙っていった五稜のシュート、キーパーの足元をすり抜けてゴールに吸い込まれていきました。どうでしたの、正直打った瞬間バッと止められたと思ってちょっともうあの切り替えようと思ったら立ってみたら入ってるってなって、あもう切り替えて戻ろうと思って、俺があの逆サイドまで行くことってあんまりそうだ、ね、なかなかない形だったんですけど、うんうん、まあなんか展開的にあこれいけるかもと思って行ったんですけど、だって本当にこう去年より流動的に自由にやらせてもらって、